とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエストをやっていきたいと思います。ここ壊れたシタデル、デイリー3ですね。報酬が、アーティファクトとなっております。で、ここが、こういった感じのアーティファクトが出るんだけども、俺ね、虚無の矢筒、255ぐらいの持ってたと思うんだけど、いつの間にかね、捨ててるんだよね。いつの間にか売ってるのよ。こういうことがね、多々あるんだよね。なので今日は、亡くなった虚無の矢筒、あれの256を狙ってやっていきたいと思います。頼むよ!いきます!では行きますね。モブダメージが 50% 増加して、速度が 50%。きついね。で、プレイヤーは凍結です。久しぶりに、羽ピョンしていきます。羽で、ちょっと突っ込んでいきますね。で、矢がなくなるかもしれないので、一応無限の方をつけていきましょう。では、久しぶりだな。最近ずっとね、無限ダイナモの方で行ってたんで、これで行くのは、危ない!本当に久しぶりです。いけるかどうかもちょっとわかんないところですけどね。まあまあ、いけるでしょう。昔はね、もうほんとこればっかり使ってたんで、問題なく、いけるとは思います。行くぞー!中間地点のタワーに入りました。まあ今のところ、キャプテンはいない。まあもちろんか。ここもともとキャプテン少ないんだよね。で、あのね、久しぶりに羽ピョンのね、怒り使ったけど、きついなきつい。結構ね、危なくなる場面があって、なんだろうな、昔はこれでね、行ってたんで、慣れてたと思うんだけどな。やっぱりね、ちょっと使わないと、もうちょっと慣れなきゃいけないかな。難しくなってる気がする。終わり?早かったね。やっぱ最近は本当に無限ダイナモにお世話になりっぱなしだから、いやいやいや、こういう普通のね、通常の近接がなかなか難しく感じる。おお、まあまあ、どっちが普通かっていうと多分無限ダイナモの方が普通の近接なのかもしれないけどね。オッケーオッケーオッケー、よっしゃー。エンダーセントが出るところまで来ましたけども、まだキャプテンは発見できておりません。ここクリアした後に一体いるぐらいかな。ちょっと少ないな。はい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 。しゃあ!いいね。よし、オッケー。もう終わりか?行きましょう。頼むよ、キャプテン。一体ぐらいお願い。いませんでしたね。キャプテンはちょっと一体も今回はいないタイプでした。まあ、こういうことも多々あるよね、ここは。よし。で、だいぶね、怒り羽ピョン慣れてきた。やべ、冬攻撃。やべ。だいぶ慣れてきましたけども、どうでしょうか。まあ、ボスも余裕だろうね。特に問題なく倒せるはず。よっしゃ、終わり。よし、ボスいきまーす。いきます。そんなに難しくはないか。あー、これか。やべ、逃げろ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 。あ、やばい、あ、待て、待て、まずい、危なかった。危なかった。虚無に侵されて死ぬとこだった。よし、行きましょう。はい。あー、なんか今日やたら固まるんだよな。あ、やばい、やばい、やばい。やたら固まるんだよね。オッケー。よし。で、爆発ね。はい、無限ダイナモンの時はこいつ2発で倒してたんだよな。
それぐらいの火力が欲しいな。まあダイナモついてるやつだったら問題なく倒せるんだろうけどね。よし、オーケー。あー、やべ、逃げろ、危ないよ。で、どうせ逃げるんでしょ。お、逃げない、逃げるよね。はい、じゃあ、あと1回。挟まれ、あー、ここ挟まりにくいな。 OK、 ここならいいでしょう。まああと1回攻撃して終わりですね。出てきてくれるかな。よし、もう最悪ね、256だったらもう何でもいいや、何でもいい、とにかく256のやつが欲しい。よし、はい、終わり。それでは報酬見てみましょう。虚無の矢筒がいいけども、最悪256でいい。どうだ。あー、まあ、うーん、虚無の矢筒だけどさ、最低の254か、せめて255。はい、ということで今日はデイリークエストやりました。これね、254、虚無の矢筒、出ました。できれば255か6が良かった。最低パワーのやつが出たか。まあ、しょうがないですね。まあ、狙いのやつは出ました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。